おはようございます。おはようございます。おはようございます。ラーメンよねえ、めっちゃ久しぶり。今日はラーメンよ。というのもね、視聴者様にご説明させていただきますと、俺超ダイエットしたんだよね。ね、2ヶ月近く、2ヶ月ぐらいかな。約80キロから現在67まで落としました、ね、イエーイ。で、その間中はもちろん、ね、撮影では食べてはいるんだけれども、もともと撮影以外でね、2人でだいたい週2回ぐらいはラーメン屋さん行ってたんですよ。ただそれをもう完全に禁止しまして、今までねちょっとね2人で一番好きで通いまくってた家系のねお店があったんだけど、そこに2ヶ月間行けなかった。しかもあまりにも行き過ぎて伝えるタイミングとかもね逃しまくって、1年ぐらい通ってるのに動画にしてないというね。結構な頻度で行ってるのにね。行ってる。2ヶ月ね我慢した解放のご褒美ということで、本日はいわゆる吉村屋さん直系ね、末広屋さんという、とんでもなくうまいよね。うまいよね。まあ、そこのねちょっとお店に今日は2人で食べに行こうかと思います。まあ、こんな感じでね、うちの奥さんと今日は一緒に行くので、がっつりとピンマイクつけて一緒に食べようかなと思ってます。あ、そうなの。そういいよゆっくりね。あ、高子は普通に一杯食う感じでしょ、うん、で、ご飯食べるか食べないかっていう、ちょっと迷ってる、うんうん、で、あれはまあ、ちょっとね事前にお願いはしてるんだけれども、混んでなければまあ、いつも通り並盛り食べた後にチャーシュー麺とかトッピングをしたものを計2杯食べようかなと思うんだけれども、まあ、ちょっと忙しそうだったらね、いっぱいになっちゃうかもしれないね。人気店だからね。大人気店だから、うん、はい、ってことで、まあ、着いたね。やっとね。ただいまですね、時刻が15時。そう、ちょっと前ぐらい、うん、ちょっと前ぐらいだけど、外待ちが12以上してますねだからちょっとね、今日2杯食べようかと思ったんだけど、忙しそうなんでね、多分いっぱいになると思います。何買うんすか。今ね、ラーメン海苔をして、あ、出ちゃった。ラーメンと海苔と、うん、ちょっと今日はチャーシュー飯を。いいね。あ、で、俺はこれチャーシュー麺の大盛りに味玉、海苔、ライスで、これだ。熱いね。うん、これがね、食券6枚だね。で、3枚最後は3枚ね。はい、ということで、はい、もう店内に入っています。で、もうね、注文はね、終わってて、高子はラーメンと釜焼きチャーシュー飯で、俺が大盛りのチャーシュー麺に釜焼きチャーシュー飯のメガ盛り、それにライス。あ、ライスもつけた。ライスもつけた。で、あとは味玉だったりとか、まあ、ほうれん草、海苔とトッピングを注文してますんで、まあ、ちょっとメニュー来るまで待ちましょう、はい。で、ね、卓上の方がラーメン、胡椒、お酢で、フライドガーリックに普通のニンニクと無臭ニンニクで、豆板醤でございますね。この生姜もございます。これ逆さまにしてね、焼いてください。 ありがとうございます。俺のメガと、まあ、通常ね、差がすごいね。高くのセットはこれだね。おいしそう。うわ、うん、うまい。美味しい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ということでですね、僕の方も到着いたしましたので、ちょっといただいちゃいます。いただきます。ちょっとこれみんなに見てほしいね、このスープでございますよ。うわ、よし、行くぞ。本当にね、この末広屋さんはみんなが想像してる家系じゃないよね。醤油のいい深い香りと出汁感っていうのかな、これがでもすごいのよ。ガツンとってよりもじんわり系、たまらんうまい。うん、うん、スープ飲んじゃうもんね。うん、また今日もチャーシューがうめえ。うまい。うん、予約等で持ち帰りしてるんだけど、このチャーシューがもうとにかく絶品です。うわー、
うめえ。おいしい。うますぎる。私ご飯食べよう。あ、ご飯行こうか。頼んだこちらね、釜揚げチャーシュー飯のメガ盛りですね。これひっくり返してるね。ほう。こういうことね。うまそう。すごいね、パンパン。パンパンよ。じゃあ高子もちょっとチャーシュー飯いっちゃってください。いただきます。おいしい。おいしい。うん。どれもいっちゃおうかな、これ。こっちはですね、まあ温玉が入った感じか。ああ、そうかそうか。うん。こんな感じですよ。いただきます。ああ、たまらんね。うまっ。この最初に大好きなラーメン、幸せすぎるんだけど。ご褒美だよ。ご褒美だよ、もう。でも俺普段はさ、製氷屋さん来てもてか他のラーメン屋さんでもそうだけどさ、まず大盛りも頼まないし、ご飯も頼まないじゃん。撮影だからっていうわがままトッピングだけど、やっぱ幸せよね。我慢してたから、うん、久しぶりだから。ほんとこれ暴れて、多分暴れて注文して。そしたらちょっとこの辺りでですね、この海苔に追加のね、ほうれん草を贅沢にくるめまして、これと麺でね、いきたいと思います。この日のためにダイエットしてたわ。ほんとね。うん、もちろん毎週食ってもうまいけどさ、久々に食うと 1.5 倍増しぐらいにうまいって感動する。ありがたさがすごいね。ありがたさがすごいね。で、こちらのステーキ屋さんね、ほうれん草を現金でトッピングするとこんな感じで出てきまして、しっかりとね、熱々に温めてくれるんですよ。他のお店に比べてもほうれん草トッピング量多いんだけど、全部入れてもスープが全然冷めないのよね。いつもさ、並盛りで海苔ダブルでちょうどいいけどさ、大盛りにしちゃうとダブルじゃ海苔冷めないわ俺。マジで。ちょっと私には白いライスがあるので、ちょっと先に食べちゃいます。はい、ラーメン片目が順番に行ってます。ということで、これね、この釜飯のチャーシュー丼のメガ盛り完食でございます。いつも高子さ、ビール頼むじゃない。そう、ビールとラーメンね。うん、でも今日はご飯あるから頼まなかったけど、腹いっぱい。めっちゃ苦しい。めっちゃ苦しい。ちょっとほうれん草、全入れして、とりあえず1個ね、ほうれん草からですね。で、今回はほうれん草ダブルでしてますんで、ちょっとこの辺を贅沢にさ、こう、こうよ。僕が製氷屋さんに来るときは絶対にね、卓上のアイテムを使わないんですよ。
っていうのもこのラーメンが好きすぎて変えたくないから、だから今日動画でも来てるけどさ、こう紹介とかしないね、試してこんなんですよ。あ、そうだね、もう俺はこのまま今日食べる。お好みも常にそのまま、お好みももう絶対変えないね、普通で全部。でも他の家系の店さんに比べたらさ、常連さんとかも麺固めとか濃いめとかされるお客さん少ない方だと思うよね。そうだね、うん。これいいね、これチャーシュー巻きを、うん、なんかもうだんだん辛かったダイエットの日々を思い出してきて泣きそう。ライスの先に完食ですね。もう俺のご褒美はこれしか残ってない。あーもうない。名残惜しそう。じゃあもうこれは限界ですか。ごめんなさい。いや僕が半分ぐらいからここまで頑張ったんだ。いや頑張ったね、だいぶ。まあでもね、しっかりこうラーメンは完食ということで、ごちそうさまでした。先にすいません。先にね、ごちそうさまでした。そうですね、幸せですよ。うん、ちょっとこの辺りで、まあ、最後の追い込みですね。はい、こっちの中に投げてください。お疲れ様です。ただもう最後の具材ですけど、ちょっと皆様にご紹介したいのはこちらでございますね。普通の卵の 1.5 倍ぐらい、あーあるね、2倍近くあるよね。これがねうまいんで、ぜひちょっと皆様も注文してみてください。溶けるような感じだよね。さすがの俺ですらも二口だもんね。あ、そうだね。ちょっとこれ具材はラストで、今日ぐらい会員していい？どうぞ。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、夫婦でダイエットして我慢して、まあ、なかなか来れなかったところをご褒美としてね、はい、2ヶ月ぶりぐらいに一番家族で我が家で好きなラーメン屋さんでね撮影をさせていただきました。結構さ、いわゆるその牛村屋直系店と言われるお店の中でも出汁が強くてさ、優しいスープではあるよね。普段ねこう家系がちょっと強すぎて苦手なんですっていう方にこそ食べてほしい家系だね。やっぱ俺らも年を取ったのか、こういった家系が一番最高です。じゃあそんな感じで本日はお疲れ様でした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回ですね、公開させていただきました末広屋さん、いかがだったでしょうか。我が家、妻僕ともにですね、本当に一番人生で通っている家系ラーメン店だと思います。好みとしてですね、もう一番家系ラーメン界の中で好き。
まあもちろんね、いっぱいいろんなところはあるんだけれども、妻僕ともにですね、この好みがガチッとハマっている、まあ、そんなねお店さんでございまして、昨今では結構醤油がしっかり効いていて、スープもめちゃくちゃ濃厚で、一口で食べただけでさ、こうガツンとパンチのある家系ラーメンが流行ってますけれども、末広屋さんはね、全然違うベクトルでして、まあ、醤油と出汁の感じ、この旨味の部分がね、じんわりともう優しく体に広がるような、そんな家系ラーメンでございまして、いやね、これをね一度味わってしまうともう離れられない。ぜひですね、家系ラーメンが好きなんだけれどもまだ行ったことないよって方は、ぜひ一度行ってみてください。もう感動すること間違いなしでございます。でですね、まあちょっと本日は雑談コーナーということで、僕のね動画の方では最近ねデカ盛りとかチャレンジメニューが増えて、そっちの本数は減っちゃったんですけれども、並盛りをね、まあ、全種類というか、まあ、何杯とかね食べるようなシリーズがあるじゃないですか。ああいったね撮影をしている時って、今まではこう食べながらずっとひたすら喋って食レポをしながらね紹介するみたいなスタンスだったと思うんですけれども、なんかちょっと今後やり方をね変えてみようかなと考えておりまして、というのも、まあ、もちろんその食べながらねずっと食レポをするのもいいんだけれども、やっぱりねコメント欄を見ると、まあそういったのがねちょっと嫌だよって方も結構いらっしゃるんですよ。ただもちろん僕も味も紹介をしたいですし、知ってほしいっていう部分もあるので、一切ね、食レポをしないというわけではなくて、その一杯食べ終わった後で二杯目を注文して、その間とかにね、このラーメンこうだったよってお話をすれば、食べるパートと喋るパート、これ分けられてですね、まあいわゆるその早送りとかねしてもらうにしても、まあ、目安として分かりやすいのかなと思いますので、今後並盛りをする際にはそんな感じで撮影しようかななんて考えております。ただですね、もう撮影をして編集がまだしてないよみたいな動画もありますので、何本かですねその並盛りシリーズに関しましては、もうすでに既存のやり方でやってるものもまだストックとして残っておりますので、何本かはまだまだ今までのやり方での動画が出るかと思いますけれども、まあ、どっかからそういった並盛りシリーズに関しては、こう食べるパート喋るパート分けるような動画に変更していくかなと思います。デカ盛りとかねチャレンジメニューに関しては、やっぱりその1個大きいのを食べるので、その最後にっていうわけにはちょっとねいかないというか、30分40分食べた動画の中で、まあほぼ喋らずにね、やっていくっていうのはちょっとなかなか動画としてもね、その編集点もないし、やっぱり僕個人的に見てる方としても早送りというかね、途中でやめちゃったりもしますので、そういった大きいものに関しては今まで通りのやり方でやっていくかなとは思うんですけれども、まあね、確かに、言われてみると喋りすぎな部分もあるかなと思うので、できる限りですね、喋んなくてもいい部分は喋らずに、まあ、基本的にはですね、その食べるという行為に対してフォーカスを当てられるようなね、動画作りにしていければと思っております。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。